アガメムノンのマスクアガメムノンのマスクは未経年で1876年にハインリッヒ・シュリーマンによって発見された遺物である。この仮面は金でできた葬儀用の仮面であり埋葬穴にあった死体の顔の上で発見された。シュリーマンは伝説上のギリシアの指導者アガメムノーンの死体を発見したと信じ、この仮面の名前はここから来ている。しかしながら、 現代の考古学的調査は、この仮面が、紀元前1550年から1500年のもので、これまで言われてきたアガメムノンの活動期より早いことを示唆している。それにもかかわらず、アガメムノンのマスクという故障は、以前としてそのまま残っている。この仮面は、現在は、アテネの国立考古学博物館に展示されている。この仮面は、 未経年の縦穴墓の中で発見された5つの仮面のうちの1つであり、3つは4号墓で、2つは5号墓で発見されている。さらに、3号墓では2人の子供の顔と毛が目の部分には穴の開いた黄金の葉で覆われていた。仮面が発見された母群は確実に王族のものである。男性の顔すべてが仮面で覆われているわけではない。彼らが男性で、 さらに戦士であることは彼らの墓の兵器によって示されている。黄金の量と丁寧に仕上げられた遺物は確かに栄誉と富と高い地位を示している。例えば指導者を金の刃で覆う習慣は他の場所でも知られている。ハインリッヒ・シュリーマンの肖像20世紀の終わりと21世紀初頭にマスクの信憑性が公式に疑問視された。雑誌、考古学は 双方の立場を紹介する一連の記事を掲載した。その縦穴墓の発掘までに、ギリシア考古学協会は、シュリーマンの仕事を監督するために関与していた。協会は、パナジオキス・スタマタキスを発掘のエ絵法すなわち、監督官として送っており、彼はシュリーマンを注意深く見張っていた。疑惑の提唱者たちは、どこか、他からの遺物で発掘中の遺跡にピリッとした味を、 添えるというシュリーマンのよく知られた施評に議論の焦点を合わせた。多くの人々が発掘現場におり、視力に富むシュリーマンが他の仮面の標準的な型に基づいてその仮面を作らせ、発掘の中でそれを置く機会を見つけることは可能だったと彼らは力説する。洋語論者たちは日曜の休日と雨のため、発掘は11月26日から11月27日には、 休止されていたことを指摘する。スタマタキスが信用できる証人たちと発掘に加わるまで再開は許されなかった。他の3つの仮面は11月28日まで発見されておらず、アガメムノンのマスクは11月30日に発見された。第2の攻撃は様式についてのものだった。アガメムノンのマスクは平面というよりむしろ三次元的であるという点で、 他の三つの仮面とかなり異なっている。髪の毛は掘るというよりも切り抜かれており、耳も切り抜かれている。目は開いたまぶたと中央を通る閉じたまぶたの線で、開いたものと閉じたものの両方として表現されている。未経年美術のすべての顔の描写の中で、その顔だけが唯一カイゼルヒゲと共に、先の尖った総髭に覆われている。口の輪郭が明瞭である。眉毛は一つではなく、 むしろ二つの子を描いている。用語側は、さきの議論で、唇の形、三角形のげ、そして髭の細部は、四号縦穴墓から出土した黄金製のライオンの頭の形をしたリュトンの縦髪や頭髪と、ほとんど同じだと述べた。彼らは、シュリーマンの不誠実は、大変に誇張されていると主張し、また攻撃者は、敵打ちしようとしているとも主張している。 近年の研究成果によれば、マスクは本物であるが、トロイア戦争の期間より300から400年前のものとされる。一部の学者はそれよりもさらに古く紀元前2500年のものと指摘する。ありがとうございます。